チュン。よ。チュン！ごめんなさい！俺のせいでカイトが女の子になっちゃったんだ！俺は敵に捕まったって聞いたけどな。カイトはアリノスからシュートが救い出してくれて、あいつらにひどい目に遭わされて。ああ、わかった。いや、わかってねえけど、まず座れ。な、まず落ち着くか。落ち着こう。俺もお前も。いや、ジンが、あのジンがアタフタしている。あいつがお前を連れて行ったのはお前ならできると思ったからだ。あいつがお前に逃げろと言ったのはその読みが甘かったからだ。読みを外したのはあいつの責任だ。でも分かってる。弱っちいお前にも責任はある。同じ失敗をするな。そして謝るなら俺にじゃなくカイトにだ。仲間に謝るときはルールがある。うん、何？次はどうするかそいつと約束する。うん、よし、げっ。うん、ジュン。ん？もっと話せる？後で。難しいな。俺忙しいし。ふざけんなよ、ジン。てめえそれでも父親かよ。打ち切るか。な、くれ、うるせえな、てめえら。関係ねえだろ。ジン最低。ゆうが偉そうに父親ずらすんだ、こら。どっちだよ。ああ、うるせえ。バカにしてくれ。てめえがちゃんと連れて行け。文句あるやつ、まとめてかかってこい。全員敵だな、オッケー。新たに現れた最後のチャンス。ゴン君、そこでどうぞ。事情があって、選挙が終わらないとここから出られないんですよ。そこで宣言してくれれば有効投票だと会場の皆さんが認めてくれるでしょう。どちらが会長にふさわしいと思いますか？ここで劇的に登場したゴンがレオリオを選べば。会長？レオリオが立候補したの？ちげえよ、いろいろあってだな。どちらか選んでください。パリストン。おや、レオリオさんは仲間ですよね。いいんですか、レオリオさんを選ばなくて。会長はやれないよ。ありがとう、ゴン君。俺も一緒に行くわ。アリストンに一票よろしく。レオリオ、わかってるよ。ジン、行ってくるね。おう、じゃねえよ、バカか。誰か、この育児放棄のクソ。ジンってある意味人気者だね。一つ思い出した、カイトに念能力を教えたの俺だ。技もな。あいつが生きてんなら多分そういうことだ。謝り方間違えんなよ。またぶっ飛ばされっぞ。わかった。はい、13代会長のパリストンです。この場で会長を辞することといたします。ああ、そこまでは読めんか。どこまで人をバカにすれば気が済むの。会長の邪魔がしたかっただけ。本当に嬉しそうに困ってた。もっと会長と遊びたかったな。ハンター試験と10か条の改正はお早めに。次は本気でおちょくりますから。レオリオ、キルアは？あいつもお前を治す方法を探すため動き回ってるらしいからな。俺、キルアにも謝らなきゃ。なんか俺こそ悪い。え？何何？わかんないよ。パソコンの見返りのおねだりが死んだマネやなでなででは軽すぎる。ミルキの報告を受けた時のそれが最初の違和感だった。もしもパソコンの見返りが指の爪だと仮定すると、今までの経験則に照らし合わせてもお願いとおねだりが釣り合う。なぜ見返りが不要だったのか。二択の結果が何かの能力を必要としない程度の優しいお願いであったから。しかしここで未解決の問題がある。おねだりをしたのはアルカであり何かではなかったことになる。したがってお兄ちゃんと呼ぶのはアルカと考えるのが妥当である。あの時実際には何かがキルアに応答している。二択の時キルアはしてではなくしろと言って考えられるのだが、いかがだろうか。率直に言うよ。だけど俺がお前ごと管理するなら最低限の自由は保証してやれる。兄貴、アルカは俺が守る。何か起きろ。キル、最後だ。イルミを家まで飛ばせ。うわ、もう瞬間移動だ。マジで？なんだ、みんなで見てたの？キルアの命令ならおねだりのリスクなしだ。これはキルアを完全なデクにしてもお釣りが来る。自発的に言ってくれないと今みたく何かに命じなきゃ。キルア、いい子いい子して。そんな何かを利用して本当は命令なんかしたくない。キルア、キルア、キルア、いい子いい子して。もうお前は出てきちゃダメだ。キルア好き。ダメなんだ何か。キルア
好き。もう二度と出てくるな。分かったの？はい。これでアルカは自由になれる。ごめん。ごめんな、何か。アルカ。お兄ちゃん。ああ、お兄ちゃん。お兄ちゃんが泣かしたの。何かを。いや、その。今もうずくまって泣いているよ。何かに謝って。アルカに優しいお兄ちゃんは何かにも優しくなきゃダメ。何かをいじめるお兄ちゃんなんか大嫌い。アルカ、ありがとうな。俺まだイルニーに縛られてたらしいよ。もうこれで本当に大丈夫。何かを呼んでもいいか。何か、ごめんな。俺が間違ってた。逆らえなくて言いなりになってて、アルカのために言って自分に嘘をついて、お前にひどいこと言っちゃった。本当にごめん。ずーっと一緒だ。他のやつのお願いなんかもう聞くな。だからもう一度出てきてくれるか。はい。何か、こんなダメなお兄ちゃんでも許してくれるか。はい。好き。ちょうどあんたみたいな赤毛だったよ。俺が撃ち殺したのは、その子を追ってた連中が生かしたままとことん楽しむゲスだと知ってたから。俺はこうなる前、人を消す仕事をしてた。誰にでもできる仕事さ。生まれ変わっても繰り返しているバカげたサイクル。難しい仕組みはわからない。このまま奴らに捕まって殴られた挙句死んじまったら、偏僻で何もなく突然理不尽な暴力にさらされて死ぬ人生。その中で前世を持って生まれ変わったものはわずかだ。でも俺はやりたかった。積極的に逃げる手助けをした気になりたかった。あの子は多分逃げられたってことだろうし、みんなうまく逃げてくれたんだろう。俺は基本的に飲みやハエと同価値の存在で、ただ生きて死ぬ。死んだら終わり。俺はそのちっぽけな大量の粒には意味がないと思ってた。全く別の姿なのに、俺は考えた。わからないことを素通りしたくない。俺は死んだ。だがそこで終わらなかった。それじゃあ俺は繰り返すために生まれ変わったのか。肉体だって心の踏ん切りがつかなきゃ動きは鈍いだろ。これが良くないんだと思う。そして姿だけ似てるあんたに懺悔することで、救えない話さ。最後まで聞いてくれて感謝する。待てよ、逃げるな。お前はあたちと来い。お前が撃ったあたちのそばで自ら死んでリセットなんて誰が許すか。あたちに謝りながらあたちの言う通り働いて、あたちが殺してやる。安心して生きろ。通してくれ、カイト。ああ、ごめん。来い、座れ。何にだ。一緒に戦えなかった。次は俺がカイトを守るよ。それでもお前が俺の倒せなかった敵を倒したのは事実だ。俺の目に狂いはなかったと負け惜しみを言っとくか。俺一人でここに来られたわけじゃないんだ。お互い修行が足りなかったな。ジンさんと会ったそうだな。あ、ジンと話したの。ああ、早く戻ってやれ。助けがいるときは必ずお前に連絡する。キルアにもよろしくな。俺たちはもう仲間だ。楽になりたくて全てから逃げようとした。苦しくても生きてみるよ。ジン！止めたんですけど。確かにここで待つとは言ってなかったな。さすが世界最大の木。キルア、いろいろ本当にありがとう。まあ、目の前で俺一人で倒すからってはぶられたり、お前関係ねえからって言われた時は相当落ちたけどな。お兄ちゃんちなみにお前のこと直したのこいつだから。もっと早く言ってくれればよかったのに。アルカ、何か呼んでいいか。おお、こいつの能力は俺のお願いを何でも叶えてくれるっていうものなんだけど、こいつはお前がきっかけでこうして外に出られたし、本当は感謝してんのは俺たちの方なんだよ。俺の方こそ本当にありがとう。ダメだ、これ以上いたら。俺はこれからアルカといろんなとこ旅するから、親父さんによろしくな。おい、しばらくの間独り占めしたらお兄ちゃん解放しますから。いい妹だろ。悪いけどお前二の次だから。カイトも言ってたよ、俺たちどこにいても仲間だ。